よし。ああ寒いけど今日もいい天気ですね。風さえ強くならなければ暖くていい天気になると思います。いやー寝坊ですね。でも今日は出荷がない日なんです。今日は苗の受け取りの量が多そうですね。今日は16か。ああ、いっぱい生産者が軽トラで苗を引き取りに来てますね。はい、各屋根来ましたね。驚いたのがこの新先の反り返り方が半端ないですね。なんでしょう、まだまだ腐敗臭はしてますけど、だいぶ優しい匂いに変わってきた気がしますね。とっとと収穫します。そして最近よくやってるのはこの S 字フックからサンラインが落っこっちゃってるんで、はい、よーく引っ掛けてますね。リスペクト 1.5 ベッド残しでいっぱいになりました。昨日より減ってますかね。これ野菜配合666を撒いた像なんですけど、これですね、多分この菌糸、これ放線菌じゃないですかね。これがまあ空気中に舞うことでハイカビ菌核予防になるのだと思いますね。はい、結構出てきてますね。やっぱカーテン開け閉めで水が垂れるので、はい、湿度がたっぷりなりますので、エムクス君の方が実の進行が進んでまして、これもう孫づるですね。もう孫づるの実になるとスラスラスラですね。はい、ある程度長さ確保しないとちょっと軽いかなってぐらいの。エムクス君 1.5 ベッド残し、先ほどのリスペクトに達していってやっといっぱいになりましたね。今日は少ないです。孫づるの実の肥大が遅いのと、それと同時にひ孫づるが出てきてる。これまあ両方ダブってますね。なんかベテラン農家さんにこの辺で一回谷が来るって聞いたのは聞きましたね。まさに今その時かもしれないですね。1週間ぐらいちょっと寂しくなるかもしれない。はじめましての方ははじめまして、シャタ2号と申します。今後とも長いお付き合いよろしくお願いいたします。そして毎度見ていただいている視聴者の方、本当にありがとうございます。口が回ってないです。胸が張り裂けんばかりに悲鳴を上げております。そしてなんと今日は7箱しかできませんでした。10台4箱消えますんで利益はこれだけですね。
はい、まあでもまあ利益は出てるかなっていうところです、はい、なので前向きに頑張っていきたいと思います。トロロプシ2号です。本日も張り切って頑張っていきましょう、はい、今日が全てでないです。明日また玉泉を収穫しますんで明日は忙しくなります、はい、今日はこの後水くれてちょっと重油もしかしたら足した方がいいかなっていうところもありますんでちょっと農協に確認して足せるような今日か明日足してですね、土日なんでもしかしたら値段が高くなっちゃうかもしれないですけど、そんな感じで、はい、ちょっときゅうりも C 品かなんか詰めてですね、はい、頑張ってきてよと思います、はい、最初はピヨピヨじゃんけんグーじゃまた。今日は出荷ないのでこのまま上にカバーかけて放置です。はい、ピヨさん、キュウリですよ。ほら、おいで。キュウリですよ。おお、なんで最近お前昼出すんだ、お前これ。動画用だろうな。まあ、いつもさ、ほら、斜めって撮ってるぐらいじゃさ、面白くないなと思ってさ。最近あれだってね、ピヨさん、やっぱ卵産まなくなってから、食欲がなくなってきてるみたいだね、ピヨさん。そうなんだよな。一仕事終わっちゃったんだよな、俺な。あとは食われるだけなんだけど、なかなか誰も食ってくんねえな。食べませんよ、早く食えよお前。半分だけでもいいよ、首だけで押しといてくれればいいわ。首だけでもピヨさん生きられるの？生きるだろう、心臓かと。そうか、顔と心臓でいけちゃうわけね。そうだよ、それ以外やらねえだろう。じゃあまた。どうですか、映ってますか、バッチリ映ってますかね。じゃあまた。